京都桂駐屯地。記念行事に集まった多くの親子連れ。人波を縫って歩く制服姿の女性がいました。前田佳代さん42歳。イベントなど広報活動を統括する自衛隊員です。はい、そのタイミングでちょっと野外作り準備できたらやりたいと思います。はい、わかりました。はい、ここもう入れないんだ。もう入れないみたいな。了解。ちょっともったいないね、あそこ。明るくキビキビと働く彼女にはもう一つの顔があります。それは、どうしたらいいんだろう。何よ、なんかいつも通りなんか詰めればいいじゃん。実は前田さん、7人の子供のお母さんなんです。ちなみにお父さんは単身赴任中。7人を実質一人で育てながら働く前田さん、一体どうしてそんなことが可能なんですか。まあなんとかなるかなと思ってやってるからですかね。適当で、もう適当じゃなかったらこうやっていかれへんかなと思って、はい、テーマは適当。前田さんの一日に密着すると毎日を幸せに送るヒントが見えてきました。明け方、自宅を訪ねると大量の洗濯物と格闘する前田さんがいました。すごいな。ご飯食べな。四女のきのちゃんが手を伸ばしたのは前田家のパンカゴ。朝食はこのカゴからそれぞれ自分で用意するのがルールです。冷凍庫になってるじゃん。あっちだ。ご飯食べる。こっち行ったら食べる。これあるけど。妹の身支度はお姉ちゃんたちがお手伝い。誰朝からプリンとか食べてるの。私いろは朝にプリンいいやん。普通じゃなくて。前田さん、荷物めちゃめちゃ多くないですか。これまだ全然少ないですね、今日。何が必要なんですか、そんなに。これなんかおむつとか着替えとかそれぞれによって違うんですよ。朝から準備した大荷物を抱え保育園には今日も一番乗りで到着します。何で行ってるんだろうな。よし、おはようございます。はい、ちゃん、靴脱いで。はい、行こうか。どうしたの。お願いします。お疲れ様です。気をつけていってらっしゃい。さあ、ここからお仕事モードです。10時40分に予定通り開始ということで。10時40分。はい。あ、これか。はい。徳島県で育ち、防衛大学へ進学した前田さん。過酷な訓練を乗り越え、今ではここの室長です。めっちゃ汗に多いです。話しやすくって、で、とても頼りがいがありますね。まあ私も同じ子持ちなんで、こういうことあるよねとかいう話したりするんで。女性の室長って結構あることなんですか。いや、ないです。今回初めてです。はい。それでも子供を持つことは大きな選択です。同期の多くはさらに上の階級へとステップアップする中、前田さんは家庭を優先し選抜試験を辞退することに決めました。輝いている先輩たちとかもう後輩たちとか、まあ、同期もたくさんいますね。まあ、それでもやっぱり自分がこう生きていく活力っていうかにはなっているので、まあ、子供がいるから仕事も頑張れたり、はい、
まあ、反対に子どもとやり合ったから仕事やる気なくなったりまあいろいろありながらもやっぱりどうしても楽しいとか可愛いとかが勝っちゃって、まあ、それで、毎日やってるという感じです。なので私がちょっと急がないすごい適当なお弁当。おかずは末っ子が朝食べ残したウインナー。すごくないですか、毎朝持ってくるんですよね。いやいや毎朝じゃないですよ、持ってこれない時もあるんで、それはあの売店で買ったりとか。無理にルーティーンは決めません。ちなみに中学1年生のライカちゃんは自分のお弁当用に卵焼きを上手に焼いていました。自分のことは自分で対処できる子供たち。前田さん、子育て自体に悩みはないんじゃないですか。思春期の子供に対する悩みとかの方がもっとしんどいから、一番上の子とはすごく衝突するんですけど、もうじゃあ仲直りしようってこうハグしたりする、ちょっと気持ち悪いとか言われるんですけど、こう怒鳴り散らしてしまった時にじゃあ慰めるのも自分じゃないですか。そういうのがもう自分一人で二面性を持ってこう怒るのと褒めるのと。子どもたちとの向き合いは手抜き禁物、真剣です。ただいま。ただいま。さあ家に帰ったら夕食の準備かと思いきや、今度また何見て、ランニング？前田さん、迷彩服のまま出かけてしまいました。実はこの週2回のランニングこそ前田さんが唯一一人になれる時間。今流行りの音楽とかをこう結構大きい音でかけても、なんか、まあ、結構気持ちよく。どんなに忙しくても自分の時間を大切にします。さらに休日は趣味に没頭、子供を背負い毎週のように登山を楽しんでいるというから驚きです。自分じゃ気づかないことを気づいて話してくれたりとかして、あの鳥がいるとか、あの発散はすごいできてるんですよ。楽しい時間を率先して作る前田さんを小学生の2人はいつもそばで見ています。お酒飲みながらギターとかして、でそれで私たちがなんか踊ってるの、歌ってたり。お母さん仕事忙しくて寂しいなって思うことない？なんか帰るのが遅かったりしてちょっと心配したりして、そういうことはあります。その仕事帰りにあのちいちゃんとかつむちゃんを迎えに行ったりするんですけど、その時になんか事件とかが起こって遅くなったりするかもと思ってちょっと心配しちゃう。焼けた？リフレッシュから戻り、改めて夕食の準備です。千切りするのとか結構ストレスやから、もう買ってきていっぱい入ってるし。できる手抜きは徹底的に。でも実は前田さん、以前はこんなに適当ではなかったそう。昔はなんかもう一でも作ったやつ全部食べてもらおうと思ったり、今日とかお汁とかないじゃないですか。お汁を絶対作ってたりとかしてたんですけど、やっぱストレスになっちゃったんで、あのもう夏とかもお汁全然食べられてないまま腐っちゃったりとか、それが嫌で。その適当さが子どもたちの自主性を生む裏技だと話します。前田さんも知らない間に真ん中の子どもたち3人でゴミ捨て当番を決めていたのだとか。一回忘れてこの部屋に5袋ぐらい溜まったことがあるんですけど、もうそうなるとやっぱ子どもたち自分たちも嫌なのでやっぱ行きますね。いやいや、だからってそううまくいくものでしょうか。一つ取材した記者が思い当たるのは子どもたちのこの会話。お母さんお家におったらどんな人？なんか結構綺麗好きなの、うん、なんかゴミ落ちてたらすぐ拾ってとかやったり、うん、なんか先あそことかに気にする、いろはのこことかなんか気にする。だからこういうの嫌いなんですよ、こういうの。
これ嫌やからこう突っ込んでこうやったりするの。やっぱりお母さんの背中を見て日々過ごしていることが大きいのかもしれません。大丈夫、はい、私ろ、じゃあ私もらう、私1個で10個、ちゃんと座って食べて。お母さんもさ、なんでだって。ハンバーグ食べんかったらなんか好きです。もうあんなんた。人間なんか嫌やな嫌やなと思ったら全部嫌になってしまうじゃないですか。なので仕事もなんか結構大変な時とかはわざと明るくしたりとかして、その大変そうにしないようにしてます。もう正解ないんやったら自分が思う通りやったらいいかなと思って、一番楽な方法を取っていこうかなと思って。超えたら一小節。ああ。帰ってきた。おかえり。あ、前田さん、メールが届いていたことに気がつきました。そうですね。修学旅行中の。帰ってきました。ご飯食べる。夕食の写真が楽しそうでよかったです。楽しいですね。まあまあなんだかんだ言って、はい、悩む時間もそれを乗り越える力も人より少し多く培ってきました。だからこそ働く女性の道しるべになりたいと話します。困った時はいつでも頼ってくださいって言ってるんですよ。7人も8人も9人も一緒やから、例えば子供も預かるよとか、まあ、こんなんでもやれてるよっていう、その適当感を伝えたい感じですかね。働くお母さんの極意は適度に適当に、そう心がけようとする背中に部下も子供たちもついてくるのかもしれません。